はい、皆さんこんにちは、直樹パークです。こちら我が家のカフェスペースの足元にある水槽なのですが、今日はね、この中にいるタカハヤという魚の生息地に足を踏み込んだ時の様子をご覧いただきたいと思います。彼らは一体どのような場所に生息しているのか、そして興味深い夜の川の中の様子も撮影しましたのでね、ぜひご覧になってみてください。それではその前にタカハヤという魚について軽く知っておいていただきたいと思います。この魚は日本固有種のコイ科の魚で、大きさは5センチから10センチ、大きい個体だと15センチくらいにまで成長すると言われております。食性は雑食性で、水生昆虫や水面に落下した昆虫、石などに付着した藻類なんかを食べて生活していると言われております。繁殖期は3月から7月で、寿命は3年から5年だそうです。生息地は実際にこれから見ていただくのですが、冷たくてきれいな水が流れる川の上流域から中流域で、流れの強い場所ではなくて、流れの緩やかな川の淀みなどに数匹が集まって生活していることが多いと言われております。さて、それでは実際のところどうなのか、本当にそのような場所でそのような生活をしているのか覗きに行ってみましょう。綺麗ですね。これはタカハヤ生息地に向かう途中で出会ったアサギマダラという蝶です。ちょっと余談ですが、この蝶、あの人気アニメ鬼滅の刃にも登場している蝶だそうですよ。これ本物のアサギマダラです。あ、見りゃわかりますよね。はい、そしてこちらが本題のタカハヤが実際に生息している川の上流気になります。そう、彼らは山間部のこんな場所に生息しているんですね。ここは森林から少しだけ出た明るい場所になりますが、ここもタカハヤの生息地です。水温は手をつけた感じでは18度前後ではないかなと思われましたので、冷たくてきれいな水が流れている場所に生息しているという情報は本当のようですね。そして彼らは流れの緩やかになっている淀みなどに数匹集まって生活していることが多いとのことですが、どうでしょうか。水がきれい。いや、魚ですよね。いますね。ほら、皆さんも目を凝らして探してみてください。小さな小魚が数匹泳いでいるのがわかりますかね。この中にきっとタカハヤも混じっていると思いますよ。ではそれを確かめるためにも、ちょっと水中世界にお邪魔してみましょう。わあ、すごい。これが彼らが生息している水中世界なんですね。わあ、なんと魅力的な世界。ああ、なるほど。タカハヤは石に付着した藻類なども餌にしているという情報がありましたが、汚れなのか藻類なのか判断はつきませんが、確かに何か石に付着してますね。こういうものを食べているのですね。それに魚いますね。タカハヤらしき魚、明らかにそうでなさそうな魚。おっとアタックされましたね。やめて、ますます興奮しちゃうから。あ、失礼、独り言です。ちょっと確実にタカハヤと言える魚はいないのですが、ここは我が家で飼育中のタカハヤを採集した水域でもあるので、タカハヤも生息していることは間違いないと思います。今見る限りではざっくり2種類の魚が確認できますね。体の中央にはっきりとした黒いラインのある明るめの色の魚は、おそらくカワムツの幼魚ではないかと思われます。そして尾びれ付近にだけラインがあったりなかったりする茶色っぽくて尾びれが丸みを帯びている魚もいるかと思うのですが、これがタカハヤではないかと思いますね。ただ尾びれのくびれ具合といい、ラインの入り方といい、もしかしたらタカハヤによく似たアブラハヤという魚の可能性もあります。
もしはっきりと見分けられるという方がいらっしゃいましたら、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。それでは今度は森林内の少し薄暗い場所の水中を覗いてみたいと思います。おお、いることはいますが少ないですね。どちらかというと明るい場所を好むのか、それともここは先ほどの場所よりも水流が強いのでそれを避けているのか、単純にタイミングの問題なのか、そのあたりは定かではありませんが、これまた一つ彼らの生態として情報を知ることができましたね。あと先ほどの場所にも共通して言えることなのですが、結構な数の落ち葉や流木が沈んでいるのがわかるかと思います。気づかれたかどうかは分かりませんが、冒頭で映っていた我が家の高林飼育水槽には落ち葉を多く取り入れております。あれはこういった生息地の環境に近づけるためであって、意味なく入れているわけではないんですよね。はい、それでは最後は神秘的な夜の世界に足を踏み入れてみましょう。夜の森は非常に危険です。知識の浅い方は特に一人で行動しないようにご注意くださいね。お、早速魚を発見しました。なんとこれは渓流魚のアマゴのようですね。深い眠りに入っているようなのですが、わかりますでしょうか。これです。では魅力的な夜の水中世界をどうぞ。ということでいかがだったでしょうか。いやー、夜の水中世界本当に神秘的でしたね。こうやってすでに自宅で飼育をしていて問題なく飼育できている魚であっても、実際の生息地を見に行くといろいろと飼育環境の改善点なんかも見えてきたりして、よりその生き物にとってベストな環境を作ることができるので、すごく大事なことというか必要なことなんですよね。とはいえ上流の魚ともなれば、田舎者の私のような人間でなければなかなか見に行くこともできないかと思いますのでね、そんな方はぜひこの動画を参考にしていただければと思います。あとこのチャンネルでは川魚などを中心にアクアリウムを楽しむ様子や視線観察の様子、飼育設備や魅力ある飼育方法などをご紹介させていただいておりますので、またよかったら他の動画もご覧になってみてくださいね。ではでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録や高評価もよろしくお願いいたします。ではまたの動画でお会いしましょう。